んちゃかんちゃでございます。かんちゃでございます。今日何やるかっていうと、お弁当くんだけど、今日は普通のお弁当ではございませんね。こちらでございます。ご覧いただけますか、これ。ここちょっと隠しておこうかね。JR 東日本、駅弁ナンバーワンを決める第10回駅弁味の陣2021年でございます。去年でございますね。の、第10代の大将軍。つまり、第1位のお弁当ですね。これがですね、ワインの飯でございまして、私の今の手元にあること、これで、この弁当がそうなんですよ。すごいでしょ。で、これですね、1500円定価、1500円なんですけど、ここにですね、謎のシールが貼ってありますね。何か、ガン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 。半額シールでございますね。ワインの飯。これ、これくらいですね。こんな感じで、これでサムネイルいっか。あれ、半額でございますね。駅弁味の大将軍、定価1500円ですが、あれ、半額、750円で売ってたので、僕ちゃんが買ってきたという、こういう動画でございまして、当然これをいただいて皆さんにご紹介するという、そういう動画でございますね。すごいね。ちなみにですね、前回はですね、秋田のですね、鶏飯弁当だったらしくて、それは900円だったらしいですよ。まあ、お安でございます。こっちは1500円でございますが、半額の、750円で手に入れたってことですね。これちなみにどこで買ったのかっていうけどですね、春日部のイトーヨーカ堂の地下で売っておりました。春日部のね、イトーヨーカ堂の地下ですね、よくですね、駅弁フェアやってて、いろんな駅弁売ってるんですよ。で、そこでですね、よく半額になるんで、で、ちょっと買ってみようかな。750円なんで、ちょっとね、高級品なんですが、面白いんで買ってきました。面白いんで買ってきたら、美味しいかどうかはわかんないね。でね、本当だったらね、これはですね、ワイングラスを片手でですね、甲府駅なり、小淵沢駅、甲府とかね、小淵沢で売ってるらしいんですよ。でですね、伊東洋華堂の売り場にはですね、甲府駅の駅弁って売ってたんですけど、実際はですね、小淵沢駅で売ってると私は記憶してたんですが、まあ、どっちでもいいね。美味しいか美味しくないかが問題なんで、じゃあこれをいただくってことですね。で、当然駅弁なんで、本来電車の中でですね、いただくものなんで、電子レンジで温めるってことはしません。このままいただきます。それでですね、どうしようかな。まあ、本来であれば、この弁当を持って、甲府駅とか小淵沢駅まで行って、そこの駅のベンチのホームの、この駅弁を売ってるお店のすぐそばで、この 50% オフのシールをちらつくしながら食うっていうのが一番美味しいんですけれども、残念ながら今、大人の休日クラブバスもですね、あとはあれかな、青春18切符も使えないという時期でございますので、それはちょっとできないんで、いつもの通りこの部屋ですね、いただきたいと思います。それじゃあ早速開封してみたいと思いますがですね、なんかね、カツサンド、と、ほうとうグラタンとかですね、そんなのがいろいろ入ってるようなものでございますね。なかなかですね、エネルギーが638キロカロリー、随分ヘルシーなお弁当でございますが、お値段は定価1500円ですが、半額の750円で買ったということでございますね。じゃあ、これをいただきたいと思いますね。早速開けてみたいと思いますね。非常にですね、楽しみでございます。久しぶりだな。俺、駅弁ゴムって本当に久しぶりだわ。基本的に駅弁高いから俺買わないんだよね。だからあっちゃこっちゃでいつも旅行してるんだけど、基本的に買わないで、駅弁は買わないでですね、まあ、スーパーとかコンビニで、大抵スーパーなんだけど買った安い飯で済ませておりますが、まあ、こんな感じです。これが表の表紙でございまして、蓋を開けても 50% シールね。このシールはですね、永遠にこうやって残るわけでございますね。あわれ5割引きの大将軍です。すごいよね。第10回駅弁味の陣、ね、2021年ね、大将軍1位のご飯でございますが、イトーヨーカ堂で、5割引きでございまして、ね。じゃあ、いただき、なんか中にいろんなもん凝ってるよね。なんかこんなもんが入ってますね。何入ってんだ？ワインの飯。山々に囲まれた山梨県は、太陽と水と緑に恵まれた場所みたいなの書いてあります。だから小淵沢って山梨県だっけ？あ、山梨県だよな、あそこもな。そうだよな。うん。
ブドウの栽培が盛んで明治時代からワイン作りが始まった。なんかねこれ本当はワイン飲みながらね飯食ってくれって言うんですけどね、ワイン買ってくるの忘れちゃったんで、ね、ワイン持ってくればもっと面白かったかなと思うんですけど、まあいいね、とりあえずお弁当いただきます。じゃ あすごいね。まあそこの画像に出てくる通りでございますが、ちょっと振りましたんでちょっと形が崩れておりますが、こんな感じですね。定価1500円だけど半額の、750円で買ったということで、カツサンドが中心でございますがね、いろいろ入っておりますんで温めずにいただくということですね。で割り箸、うん、株式会社マルセイというところ作っておりますね。まさかね、半額シール貼ってね、売るはめになってね、それをまたね、YouTube で晒されるとはね、思ってもみなかったと思いますが、半額でも美味しければね、大事、いいということです。じゃあ順番に端っこからいっていこうかな。何から食うか。なんかね、こんなのが入ってるんですよね。これ、ぶどうだと思うんですけど、これはデザートなんで、これは一番最後ですね。じゃあ、じゃあどうしようかな。これからいきましょう。この端、じゃあ、こんな感じで、これがですね、これチーズじゃね？あ、これチーズですね、チーズ。いや、これワインなんで、白ワインなんだよ、ほんとは。あ、うめえわ。ちょっと甘いけど。あ、うめえな。あ、うめえな。やっぱ定価1500円のことあるな。まあ半額の750円で買ったんですけど、これパンの間にチーズでブドウが入ってるやつですね。うん、すんごい甘いチーズなんだよね。チーズだけど、うん、甘いね。うんうん、まあうまいわね。じゃあ次これね、これこれがししとうだと思いますね。あと人参があって、でこれは多分牛肉だと思うんだよね。山梨って牛の甲州部牛とかないよね。なんだ、まあ、あ、牛じゃねえ、これ鶏のレバーだ。うん、鶏のレバーだね。うんうん、鶏もつ煮だね。うんうん、鶏もつに鶏レバー、ししとう、人参、その他って書いてある。ここにね、細かーくいろいろね、おかずが実は書いてあった、これ。うん。うんで、これがそこですね。鶏もつに。ちなみに最初食ったのは、あ、チーズケーキだって。これチーズケーキらしいですね。私いきなり最初にデザートから食っちゃったね。うん。ししとう。うん。うまいな。うん、あ、カレーな。あ、これ人参。最初にチーズケーキのデザートから食っちゃった。これがデザートだと思ったんだよ。そしたらこれがチーズ、最初の一口がチーズケーキでデザートだ。なんかチーズ甘いなとか言ったら、それはケーキで、ね、甘いに決まってるね。おしゃかフォン。カエルちゃんだ。うん、あ、そうだ、何を食うか、そうだ、なんでこういう食い間違いしたかって言えば、カエルちゃんに選んでもらわないからだよ。なんだよ、こんなふうか使えるんだからさ、当然カエルちゃんに選んでもらわなきゃだよ。なんだよね。うんうん、じゃあ行こうか。うんうん、これ食ってたもん。カエルちゃん、小淵沢でカエルちゃん、山梨来てもカエルちゃん、俺カエルちゃん、俺カエルちゃん、あ、それカエルちゃん、なに食べる、カエルちゃん、カエルちゃん、なに食べる、どんどんってことで、一緒に選んだの、カエルちゃん選んだの、チーズケーキ。やっぱカエルちゃんの選択通り、私はいただいたわけでございます。じゃあ行くね。次行くね。次行くね。じゃあ、これいこうか。これは何？これはね、うん。次は何だろう、これ。あ、ほうとうグラカン、カツサンド、牛炭火焼き。牛炭火焼きってのがあるぜ。あ、これが牛炭火焼きか。これ豚だよな、でもな。ちょっと食ってみる。あ、これは豚だよ。
なんだろうこれ。うん。あ、海サーモン違うな。なんだろう、ここに書いてねえぞ。書いてんのか。いや、もうめんどくさいこれ見たら。いや、なんか豚です、これは。豚、おいしいよ、おいしいよ。で、インゲン。で、これがネギですね。ネギ。これ豚だよな。そうだよな。うん、まあいいや。うん。じゃあ次、これ。これ。これが牛のような気がするんだよな。あ、これが牛ですね。これ牛ですね。これは牛ですね。これは牛炭火焼きって書いてあるんで、なんかブランド牛ではないみたいですね。これは貝のポーク、貝のポークなんですけど、地元産のあれなんですけど、こっちは何も書いてなかったんで、牛の炭火焼きなんで、でも美味しい牛ですね。うん、雑穀種かな、わかんないけどね。まあ、牛ですね。じゃあ次、サーモン。サーモンいただきましょうか。上になんかピーマン乗ってるの。で、サーモン。サーモン、貝サーモン、ニジマスのマリネ。あ、これ、サーモンって言うけど、ニジマスなんですね。あ、これ、ニジマスだそうですね。貝サーモン。貝サーモンってサーモンなんだけど、ニジマスなんですね。あ、うまいね。うまい、うまい、うまい。うん。やっぱりあれだな。お酒に合うね、これ。うん。やっぱこれ、お酒飲みながら食う弁当だな。うん。うん、美味しいですよ、本当に。やっぱ定価1500円だけのことあって美味しいね。まあ、半額の750円で買ったんだけどね。あ、ハーモンうめえな。あ、なんか落としちゃった。次。まあ、揺れる車内で飯食えば、こうやって電車の中でこうやって買ったから、こうやって揺れながら、ガッタンコ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 ってこう電車揺れながらね。で、あの、振り子式電車でキーンとか、キーンとか揺れながらね。ね、駅弁をいただく僕ちゃんでございますね。うん。青春18切符が生きてるのは絶対電車の中でね、わざわざ甲府まで行ってこれ食ったんだけどな。うん。甲府国立さんの駅のホームでね、この売ってるお店の前で、50% 引きの弁当を食うというね。で、これを絶対そこで定価で買う人がいるんだよ。そしたら、あ、僕は 50% 引きで買ったんですよと、あえて見せるとかね。嫌なやつだね。まあいいね。じゃあ次。次。ね、これすごいんだよね。なんか、グラタンらしいんだよ。このグラタン。すごいね、このグラタン。ね、かぼちゃがまず頭にこう、パンと入ってるね。かぼちゃが入って、であとなんだろう、このグラタン。でもこの、あ、すごい濃厚なグラタンではあるけど、これは温めた方がうまいけどね。なんか冷たい弁当に無理して入れたら。これなんであえて冷たい弁当に入れるんだろう、グラタン。なんか特殊なもんなんかな、これ。ほうとうグラタン、ワインソース、ほうとうが入ってる。あ、このなんか麺みたいな、この、あれですね。なんか、ここに入っているマカロニみたいなやつが、ほうとうなんだと思うんですけど、あ、これがほう、あ、ほうだ。あ、これですね。おまかに。あ、これがわかりやすいな。こんな感じで入ってるんですよ。マカロニの代わりに、ほうとうが入ってるんですね。うん。うん。ほうとうね。うん。ほうとうっていうのは別に、ほうとう息子のほうとうではございませんので、ね。うん。訪問全開のほうとうでもないし、うん。あと、あ、いや、ちょっと今、下ネタを言いそうになっちゃって、下ネタは禁止でございますから、危ないね。ほうとう、俺、ほうとうって結構好きでさ、長野の方にスキー行くとよく食うぜ。俺、行く店決まってんだよね。ほうとうすく、行く店。うん。でも、どこ行くか教えね。うん。地元の人に教わったさ、店なんだけど、すっげえ美味しいんだよね。めちゃんこ美味しくてさ、でも水天であんま知られてないからさ、うん、あゆみさんは大事にしないとね、あんま知られちゃってさ、混んじゃうとさ、うん、
行けなくなっちゃうから、行列になったらたまったもんじゃないから教えない。でもね、あんま教えないでね、ケチくさくのね、あと客いなくなって潰れちゃうみたいな、どっちもどっちみたいな、まあ僕ぐらいが教えたところでどれくらい影響力あるんだみたいな話だけどね。じゃあこれ行こうか。これはね、なんだろう、これはこれはなんだ、アヒージョ、アヒージョ、ブロッコリー、エビ、ワイン、キノコ、その他、アヒージョでございますね。で、これが、だから、これがいわゆる、この表示ですね。この表示に出てる、この、ここですね、この、ここの表示に出てる、ワイン、キノコが、これだと思うんですよ。でも、どう見ても椎茸ですよね。でも、ここの表示では、ワイン、キノコなんですけど、これが、どう見ても椎茸ですね。椎茸です。椎茸です。はい。美味しいよ、美味しいよ、椎茸ですね。美味しい椎茸です。で、ブロッコリー、ブラッカリー。うん。あ、うまいね、これ味付け。うまいね。美味しい。やっぱり美味しいわ、これ。うん。で、ピーマン。うん。で、エビですね。やっぱりな、大丈夫になっただけのことはあるし、1500円だけのことはありますね。750円で買ったんだけどね。うん、まあ、これで750円だったらもうほんとね、牛焼き。うん。もう十二分だけどね。まあ、なかなか750円で買うのはね、あれ難しいございます。うん。あ、うまいな。うまい、うまい。うん。じゃあ、次。カツサンド。カツサンド行くかね。ここにある。あ、カツサンドが入ってんだよな、これ。珍しい。カツサンドが入っててさ。で、こんな感じですね。なんか特殊なカツサンドなのか、これは。甲州富士桜ポークのカツサンド。富士桜ポークですね。じゃあ豚肉ですね。あの辺にね、小島口座あたりにね、なんかでっかい桜の木があるんだよね。で、俺昔ね、高速代ケチって、うん、うまいな。うん。うまいけど、マンセンのカツダスサンドの方が俺は好きだな。ごめん。マンセンのカツサンドの方が俺好きだな。でもまあ、俺も美味しいよ。うん。でっかい桜があるんだよね。しだれ桜があの辺に。で、スキーなんかの帰りで、高速台ケチって下道走って裏道通るときに、なんか偶然ね、なんか、見つけたんだよね。なんかさ、裏のさ、割合、真ん中に白線もないようなさ、狭い県道みたいなところの抜け道でさ、探してさ、通ってたらさ、なんか路中がいっぱいあるんだ、車がでさ、路中いっぱいしてて、なんだろうと思ったらさ、うん。その裏にものすごいでかい桜があってさ、なんか、みんな写真撮りまくっててさ、びっくりしたことあったけどね。うん。ああ、こんなところにこんなすげえ桜があるんだとか思って。うん。そんな思い出がありますよ。インゲン。うん。あの桜また見に行くか。でも、別に桜を撮影したいともあんま思わないんだけどな。うん。うん。まあ、この、サブチャンネルで一番最初に公開したのが実は桜なんで、うん、桜の花がいっぱい咲いてますみたいな動画を一本撮ったんで、ね、じゃあこの2つこれレーズンだと思う、両方とも、うん、ドライフルーツですね。ドライフルーツのレーズンがあるんで、せっかくだからこれも開けて、せっかくだからいただいてみましょうか。なんかいろんな色が入ってますよね。うん。なんだろう。チョコレートだ。あ、これね、ドライフルーツだと思ってて、で、ここに、なんかこう黒い塊があったから、これね、チョコレートだ、レーズンだと思ったら、チョコレートだ、これ全部チョコレート。うん、チョコレート。いや、こっちはどう見てもドライフルーツだよね。うん。これはドライフルーツだね。
うん、ドライフルーツだね。これもドライフルーツだね。これも、うん、ドライフルーツが入ってるってことですね。うん。まあ、まあ、ということでね、うん、カツくんだね。うん。うん。まあ、ほのかつさんとはうめえけど、やっぱ万世のカツサンド美味しいよね。俺万世のカツサンド好きなんだよな。うん。うん。これ万世のカツサンドの方がやっぱうめえな。まあそれはしょうがないよ。うん。まあでもこれも美味しいよ。うん。万世の次に美味しい。うん。新宿サボテンといい勝負かな。新宿サボテンのカツサンドもまあ美味しいけどな。うん。俺が一番好きなのは万世なんだよね。うん。で、黒いのと赤いのといくつかあるんだからね。まあいつも俺は黒いの買うんだけど、うん。でもマウサのカツサンド食ったとかいう動画撮ってね、結構俺買って食ってんだけどさ、実は、うん。意外とそういう日常的な食生活を実は動画に撮ってなかったりするんだよね、俺。うん。じゃあこれチーズケーキね。なんかチーズだ、なんかチーズだ、甘いチーズだな、随分と思ったらチーズケーキでした。ダセ。あ、確かに言われてみればチーズケーキだわ。なんか、こんなことやっても作った人が泣くよね。お前、チーズとチーズケーキの差はわかんねえのかみたいなこと言われてな。そんなやつに食われたくねえよみたいな。しかも半額の750円で買われてさ、作った人泣いちゃいますみたいな。こんな感じがあるかもしれないね。まずドライフルーツとチョコレートはいいや。また後でゆっくり食おう。うん。ということでね、これですね。第10回駅弁味の陣2021年大将軍1位ですね。1位のお弁当ということで、ワインの飯ですね。税込み1500円が定価ですが、スーパーの地下で半額で売ってて750円で買ったということでね、この動画で、こんな感じでございます。なかなか美味しいお弁当でしたけどね、なかなか1500円で買う勇気はないけどね、でもね。ということで、非常に美味しいございましたということで、750円だったら大満足ということで、どうもありがとうございました。ちょっとね、いつもよりね、うん。高いお金を出した甲斐はあったような気がします。じゃあ最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。